ちょっと息すいません息がちょっと今乱れててちょっとすいませんちょっと息整うまでちょっと待ってもらっていいですかちょっと今ちょっとすいません今ちょっとき緊急でちょっと緊急であのちょっと全然予ってなかったんですけど今ちょっと今緊急でちょっと今ちょっと緊急で動画回しててはぁやばやばすぎだろマジかよあれ <laughs> すみません 今、今ちょっと、あの、緊急であの、動画回してたんですけど、緊急で今、あの、緊急で今、動画回したんですけど、あの、ちょっと今、気づいたんですけど、あの、部屋が、部屋がめっちゃ、 部屋が汚すぎてちょっとあの緊急であの今動画回し始めたんですけど部屋があの汚すぎるんですあのこれ今気づいたんですけどあのちょっと部屋が気づ,気づかないうちにめっちゃ汚くなっててちょっと今緊急であの動画回してるんですけどうわ これどうなってんだよ。この、この段ボールとか、もうでかすぎて、全然もう、あの、いやもうこれ、この段ボールがもうでかすぎて、本当に、これなんでこんなとこにあるんだよ。って、あの、思って、今ちょっと、緊急で今動画ちょっと回してて、すいません。ここの、この、 こ,あのー、こことかもあのこことかもあのソファーなんですけどもうあのー、このヨギボーが邪魔だしここであのー、本当に楽しんでゲームするはずの場所なのになんかもうゴミしかないしもうなんでかうわーもうなんでこんなことになっちゃったんだろうほんまマジでもう。 もう本当にあの急にこうなってて本当に今ちょっとマジで緊急であのちょっと動画回してるんですけどもうここもうこの気づいたら本当にもうこうなっちゃってて本当もうこのあの片付けてもらったのが確かもう34ヶ月前とかでまだ 部屋が綺麗になってから、もう3、4ヶ月ぐらいしか経ってないんすよ、マジで。なんでこうなっちゃったんだよ。もう、もう、なんでこんな部屋汚くなっちゃったんだよ。もうマジで。もう最悪だよ。もうマジで。もうマジで最悪だ。もう、もうマジで。 マジで最悪だもう取り返しつかないよこんなに汚れちゃったらもうもう有吉ゼミももうもう,もう有吉ゼミももう来てくんないよこんなんじゃもうもうもう,もう2回多分片付けてくれんのは2回までなんですよねマジでもうこれ有吉ゼミ来てくんないよもうもう本当にこんな 急にもうほんとにこんな部屋がめちゃくちゃなんか今日今朝起きて今朝起きてあのちゃんと部屋を見てみたらもうなんかすっごいもうこの取り返しのつかない事態になってることに気づいてもう今ちょっと緊急で動画回させてもらってるんですけどもうマジでこれ最悪だよもう。 音とかももうやばいよここで飯食ってた時期があってでゴミがいっぱいになって飯がここで食えなくなったから今度はこっちに移動してっていう形跡がありますね多分ここで座って本当は食べてたんだけど ゴミがいっぱいになって食べれなくなってこっちに移動して食べてたって感じなんでしょうねこの足取りを見る限りだとちょっともうマジでこれほんとにもうほんとにもうどうしようもないですよもうこんなのもう YouTube だってもう撮れないよこんな部屋じゃもうちょっとちょっとあのーちょっとあのー 一応あの大丈夫だと思うんですけどあの冷蔵庫だけちょっと確認しとこうと思います。まあでもさすがにさすがに部屋こんなに汚れてあのもうこんなにひどい目に遭ってるんでさすがにあの冷蔵庫はあの大丈夫だと思うんですけどちょっとあの一応ちょっとまあないと思うんですけど念のためちょっと。 せっかくあの緊急で動画回してるんでちょっと冷蔵庫の方がちょっとあの大丈夫かどうかっていうのもちょっとあの見ていこうと思いますわわもう見てくださいよこれこう冷蔵庫の下にこうものが挟まっててこれ もう、開かなくなっちゃってますよもうなんだよーこれもうえちょっと待ってくださいこれえっうだよなうわ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 ,うわ,うわあ あ,あ、これはちょっと皆さんにお見せできないかああもう全部もう全部手遅れですねこれはちょっともうこれは僕ができるちょっと僕がどうにかできる範囲、はい、超えてますねこれは。 うわーもうなんでこのタイミングでこの単独でこの単独の稽古とかでほんとにあの忙しい時期にちょっと勘弁してくれよマジでなんだよこれどういう意味もうこれどううわこれはもうちょっとあの 緊急であの回してるんですけどちょっとマジであのなんかあの部屋をね 片付けてくれる番組みたいなのがあったらもうこれはもうでもこれはもう自分じゃ多分どうにもなんないですもんねこれはもうまあ僕自身もあの結構困惑してるところはあって。 本当にもうこれはちょっともうどうしようもないなあっていうのはまああのーなんとなくもう思っててあのーなんか片付けてくれる番組とかがあったら一番いいんですけどちょっとすいませんあのー今日はすごいあのー緊急であの動画回させてもらったんであのー 取り乱しててちょっと見苦しいところを見せてしまったなっていうのはあるんですけど本当にもうこれはもうちょっとあのもうどうしようもないんであの本当にもう誰か助けてほしいなっていう感じですね。まああの なんかうまいことうまいことテレビとか絡めてなんか片付けるみたいなのできないですかねなんかうまいうまいこと絡めてテレビじゃなくてもあのなんか YouTube とかでもいいんであのなんかそうメディアを絡めてなんか僕の部屋を片付けるみたいなってなんとかできないですかねほんにもうお願いします。ももももううう次片付けてららったらもう絶対散らかさないんで本当にもう最後の 最後の1回もう一生のお願いなんで誰かなんかメディアとか絡めて僕の部屋片付けてくんないですかね本当にお願いしますお願いします。